修行しようとして真剣タイマーを押したら中毒者。いや、修行してる時点で中毒者だよ。このゲームで修行してるやつが一番やばいから。このゲームで修行を押してるやつが一番やばい。やめて。これ取られたらまっか。セーフ。9分の2。2割ぐらいか。セーフ。相手裏1枚でしょ、防具。はぁ、クソゴミかすうんちがよ。勝者必須のクソゲー。いや、これ早めに打った方がいいか。相手に買われたら終わる。うりゃ。うん。でもう一発だね。危ない。危ない。さすがにもう一発だね。OK。ドレス出てきたら次裏激アツだ。セーフ。神ゲー。これミラーケアした方が強くね。はい、これで打てる。あっつわい。セーフ。あぶねえ。うますぎ？このミラーケア。やるか。これはニチャリティ高めですね。プレイの質の差を感じる。多分どっちもだと思う。スナイパーがクソ強くなってるのもあると思うし、明らかな質の差を感じる。対戦しててこいつスナイパーだなって思ったら十中八九スナイパーだもんね、明らかに。ああなるほど、それないっす、それないっすないっす。褒めてもらえて嬉しいな。その前向きな、うん、ポジティブな気持ちだけはリスペクト。配信に遅延を入れるのもあり。まあそこまでしこのまあ一応57、8%取れてるからまあいいんだけど、粘り方でバレる。両替の速さとかもさ結構出ない。両替はやっぱ大事だよね。両バレチョリ。まあ行くか。まあ行くか。ベリグッド。ベリグッド。おーいや、ノー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 。ちょ待て、もうふざけんなよ。究極のガンメタカードやめて。地獄のハサミワンド夢読み。地獄のハサミワンド夢読み。そこまでして別にゴッドフィールドで勝ちたくはないんですよね。スナイパーとやるの楽しいしな。だんだんだから強い相手とやれるっていうのがなんか売りの配信になってきそうでもある。僕が配信してる時間に潜ったら強い相手が多いと。まあ今はね深夜だからあれだけど、カーテンはさすがに残しだね。次ぐらい切ってもいいかも。まあ明らかになんか質の差を感じるわ。強えもん、うん、やっぱ強えもん。なんかね僕の動画見てる人ね2400とかでも動きがもうなんかプロのそれないの。両替とかうまいから。
人号で話そう。恩返しすな。恩返しじゃないですよ。親不幸だ。ポケモンの技マシンに親不幸がない理由、結構生々しすぎるからあると思います。生々しすぎて親不幸入ってない説あると思います。あーダメか、ダメか。いや今の防具切る説もあったかな。防具切る説もなきにしもあらず。まあまあ、バカ野郎、ダメだってそれ。闇きたー、ワンチャンでしょ。この手札から勝てる可能性あるの熱くね。えい、ワンワンあるよ俺。てぃー、神撃中。よし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 、この手札から勝てんのクソ熱ない。お祈り闇ゲーミングでどうにかどうにか。あーはーん、買わない。これね、山風打っとくか、風打っとくか。お、お守り来た。まだワンチャンある。まだ参る、まだ参る。まだお守りあったらまだいける。なんで、なんで今引くの。ダメでしょ、ダメやって。それ音読カードに、音読カードを小学校の宿題の音読の音読カードのハンコを自分で押す小学生と同じくらいダメだって。ダメだって。最近日常で聞く金属音が奇跡防御された時の音に聞こえる。ベートーベンでもそんな言ってない。おお、二連反射剣。ナイス。ナイス。悪くない。悪くないが、これどこに勝つじゃんの。多分20で、財宝で、ポイント作ってワンチャン両替引けるかどうかゲーミングだよね、多分。僕はね、小学校1年生の時にね、100均でシャチハタのハンコ買って全部それで乗り切ってた。全部それで乗り切ってた。あのお道具箱の中に入れてたもん、ハンコ。朝出すときにポインってついて出してた。ポンってついて出してた。魂を燃やせ、魂を燃やせ。でも相手貝殻も売るもないことある。はーん、はーん。チートイツなんしゃんてん。終わった、完全に、完全に、完全に終わっていって、完全に終了した、終了して。何がワンチャンある、これ、まあ、一応石鹸ケアとかもあるけど、まあまあ、ワンチャン終了、ワンチャンあるのが、まあ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 粘っていく。いやこれ反射したらワンチャン、まあまあ、そうなんだけど、そうじゃないんですよね。そうなんだけど、そうじゃないんだよな。ワン耐える、ナイス。わお。
なんで？なぜ？ああ、なぜ？怒っていい？怒っていい？セーフ。セーフだけど絶望すぎる。先が長すぎる。先が長すぎるよ、このコイントス。2枚取るのが偉いかな。あ、薄売りで、薄売りの方が良かったな。やっちゃいましたね、それ。やってもうたな。ミスター。薄売りの方が良かった、全然。わお。やっ。とりあえず、一回両替は。角。角、なんだもんって言うの。ゼフ。うりゃー、突撃総員突撃。よし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 、行くぞ行くぞ。タケノコ派を殺戮せよ、いけー。魂のバレーボール始まった。命をかけた男気バレーボール始まった。相手どんだけ薄まくるもってんの。耐えるしかねえ。ここは時間を稼ぐんだ、ボット。耐えて。いや、相手も、相手もだってもう5、6枚あるでしょ。ああ。くしくも同じ構え。頑張れ。頑張れ。え、頑張れ。ワンチャン、ワンチャン、掴む。ワンチャン、相手どんだけ裏あんの。相手全然ウルで殺せたよな。え、これナメプ？許せねえよ。相手全然ウルで勝ってた。どうしよう。さて、ワンチャン掴むなら、いや、ワンチャン掴むなら、神呼んでくるはあるね、全然。まあまあ。いて。いてよ。はあ、はん、終わった。いや、これさすがに2枚ドローよりかは。さすがに、わお、うめえ。いやー、魂よ。いや、これ今か、やるなら今か。まあ、次の氷も受けれるけど、次の氷も受けれるけど、ウル引かれた時とかね。ひょっこり、ひょっこりはんがまずい。いや、耐えてるくね。耐えがたきすぎる。耐えてきれい、来い来い。ガーッ、まできるまできるまできる、おっすね。マスワール生存力。ゴキブリかな、前世ゴキ。いや、これは2枚ドローでしょ、さすがに。魂を燃やせ、魂を燃やせ。コリエ、受けて受けて。何が正解。コリエ、もう切るよ、もう切るよ、もう切るよ。いや、さす、ワンチャン打っといて、ワンチャン打っといて、両替引いて粘りみたいな。ある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 。いや、これは、まあ、2ドローか財宝なんだけど、財宝の方が良さそうだな。くぅー、ある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 。魂、提供魂、提供魂、気にあるよ。気に引いたら勝ち。いや、ワンあるね。何点ある？ 20 でしょ。これもう物販の方が強くね、さすがに。さすがに。え、物販でよくね？ 2 枚開けよう。
2枚開けて、いやーカーテンか、いやーしゃねんカーテンか、いや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 、切り鉄砲から行くべきだった可能性、山田亮、宮司の母なる宮司の力、宮司パワー来た、ミステリー宮司パワー来い来い、来た来た来た、ある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 、ミステリー宮司パワー来た、ワンチャン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 、もう何でもいい何でもいい何でもいい、勝てるなら勝てるなら何でもいい、ちょっとこれどう考えても夢払った方が強くね、夢払った方が強くね、まあいいよ、よし、いけ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 、人生は勢いや、人生は勢いや、よし、いけいけいけ、これさすがに炎の方つわかんねえ、おーこれこれひどすぎる